称賛すべき好奇心ね。私についてきてください。全部丸見えね。つなぎましょう。よっと、やあ、えい。歌声でもこんなサプライズを届けたいな。守るからね。そういえばさっきは聞きそびれたけど、ココミはどうしてこっちに来てるんだよ。私ですか？渡墨島の仕事が一段落したんです。それでせっかくなので時間のある間に外出しようかと思い立ちまして。それでここに？ずいぶん遠いところまで来たな。ここはスメールだぞ。より遠くへ行けば視野を広げる何かが見つかるような気がしたのです。その他の理由については、またゆっくりお話しできる機会を見つけた時にでも。ここここ。みんなきっと不思議に思ってるでしょう。パーツはどこにあるんだろうって。あれれ、何にもないじゃんって。あのライトだろ。この前しずくちゃんが見せてくれたぜ。そうですか。それを紹介するのも私の役目だったんですけど、それも水系元霊に奪われちゃってたとは。イリアさん、落ち込まないでください。水系元霊は使い方を見せてくれることはできても、直接交流できるわけではありませんから。生き生きとした完璧な解説をしてくれるのはあなただけです。ココミって人を言葉で動かすのが得意だよな。もしかしてこれも仕事のスキルの一つなのか。まあいいや。じゃあみんな、もう一度頭の中を真っさらにして私の紹介を聞いてください。これは周流映写塔と言いまして、心境にあるものは全部これによって作り出されてるんです。ものを周流映写塔に入れれば、その形とイメージに対応するものを作り出すことができるはずだったんですけど。
今は神経全体の運行が止まってて、基本機能しか動いてないんです。そこまで基本的なことしかってわけじゃないんですけど、ただ今は平面的なものしか映し出せなくて、これを先生図って呼んでます。まあ一種の青図とか設計図って思ってもらうといいです。つまり最初の部品はこの先生図の中に落ちてしまったということですか？その通り。中に入るのはあなたたちに任せますね。私は外から応援のダンスを踊ってますんで。本当か？嘘です、ごめんなさい。実は運動音痴すぎてダンスすらうまく踊れないんです。どっかに座って待ってますから。いいっていいって、元気出せ。オイラたちに任せてくれ。ここにパーツはないみたいですね。そうそう、あれです。あれを取り出せばいいんです。これはなんだ？歯車か？あの大きな丸いやつらが出てきたものとは思えないけど。ちょっと説明しにくいんですけど、それは確かに外れちゃったパーツの一つですよ。他にもまだ三つあります。千里の道も一歩からと言います。いい始まりさえあれば、あとはうまくいくことでしょう。本当に？そうですよね。だって音陽寮の卒業試合で高学級に勝つほどの伝説的な軍師が言うんですもんね。そのことにはもう触れないでください。何はともあれ、みんな手伝ってくれてありがとうございます。とにかく試しにコアホイールを修復してみますので、お二人は町に戻ってください。はあ、私はトロすぎてあんまり役に立たないので、せめて修理のことだけは任せてくださいよ。
丸見えね。